はようございます。誰が呼んだか心優しきパンクロッカー山田バサラヤイビーン。現在の日付と時刻は2月の2日のですね、夕方の16時45分でございます。現在私は沖縄市のですね、大里というところを歩いてまして、大里今坂道をですね下ってるんですけれども、坂道を降りていくと、自宅に近い沖縄市高原の交差点にぶつかるということでございましてですね、今日は坂道下ってますんで、画面がブレることがよくあると思いますけれども、ご了承くださいませ。持ち歩きながら喋ります。この 2,3 日ですね、営業回りしてきました。2月の大交流会のフライヤーをお店に貼ってもらうようにお願いしたり、シュガーホールコンサートにね向けての応援金のお願いなんかしてきました。本当ね、この 2,3 日コーヒー屋さんに行って、コーヒー豆丸さんに行ってですね、それから昨日はパーラーかよちゃん、農業時代にお世話になった社長の奥さんがやってるお店ですね、パーラーかよちゃんに行きました。そしてカラオケ歌丸グスカーテンさんの方にもですねフライヤーをお願いしました。そして先ほどはですね、今度3月のね大交流会に出演予定のですねカズナさんという民謡、まだ新人のですね民謡を覚えてね、まだ舞台にこれからという方がですね、チャレンジしたいということで、比嘉一奈さんがですね3月の大交流会に出るということで、それに向けてですね少し打ち合わせをしてきました。でその帰りということなんですよね。今月は2月の18日にはですね沖縄マラソンもあってですね、結構予定がですねスケジュールがいっぱいでございます。ね、その大交流会のね営業回り、そして沖縄マラソンに向けて毎日ジョギングしたり、そして共演の方とね今度は音合わせなんかもやったりしますですね、そして普段の僕もね夜勤の仕事なんかもあります。そう考えるとですね、なんかすごい、よく人に言われるんですけれどもね、バサラさん大丈夫ですかとね、本当に忙しそうにしてますねとかね、中には、倒れないでくださいねとかね沖縄マラソン無理しないでくださいよと、倒れますよというふうに言われることがあるんですけれども、なんかこうやって毎日ね動画撮ってたらですね、めちゃめちゃ忙しくしてる人みたいに見えるみたいで、忙しくしてないとは言わないんですけれども、普通じゃないですかね。普通、僕は普通だと思ってるんですよ。皆さんも例えば朝の9時か10時ぐらいから夕方の5時6時ぐらいまで働けばですね、やっぱり毎日働いてたら皆さんね忙しい時間もあれば、のんびりする時間もあれば、だらける時間もあると思うんですよね。ただ僕はなんかそれを毎日ね、今日はどこに行きましたとか、今日はこんな風なことがありましたとか、募金してもらいましたとか、チケットが売れましたとか、映画見に行きましたとか、本を読みましたとか、そんなことを話すんでね、めちゃめちゃタイトにストイックにね生きてる人に見えるかもしれませんが、あ、これいいですね、小座ドライブに見えるかな、はい、小座ドライブインレストランいいですね、見えますけれども全然忙しい人じゃないんですよね。逆に僕はもっと忙しくしたいぐらいなんですけれども僕は普通だと思ってます。そして逆に、こうやって仕事がね、歌うたいとしての仕事があって役割があるということに幸せを感じておりますのでですね、頑張れるということでね、
先ほどもね、今ギター背負ってるんですけれども、言えますかね、ギター背負ってるんですよ。実はギターを背負ってですね、歩いてきました。そして明日は沖縄マラソンに向けて、できれば13キロぐらい朝ジョギングしたいなと思うんですがね、まあ、これも朝のね1時間半ぐらいのことですからね、朝早く起きればねいいんですよね。それで一つだけ皆さんにね、おすすめなことが、あります。僕は今ね、バサラという自分の名前にですね、こだわって活動してます。こだわって生活してます。生活をしております。例えばですけれども、この間ね、きっかけはですけれども、おっぱい写真家のね、力山猫ちゃんがね、いろいろ数字にこだわって、これこだわってるじゃないですか。数玉ってね、数の魂があるということで、例えば810円でパイね、おっぱいのパイとかね、1129円でいい肉体とかね、そういう語呂合わせにこだわってたみたいに、僕もですね、バサラにこだわって830、まあバーサーラ83、まあラーがねゼロになるかどうかっていうのは、まあ曰く付きですけれども、まあ一応ですね、まあ皆さんね多めに見ていただいて、830をですね、僕こだわってるんですよ。だから朝の8時半から夜の8時半まではですね、しっかりバサラとして仕事をしようというふうに、思ってるんですね。そういうふうにね、自分の中にこう数を植え付けてね、じゃあ830バサラの朝の8時半から夜の8時半まではですね、しっかりバサラやるぞと思ったらですね、完璧にはこなせないんですけれどもね、例えば怠けてる時とかに、あ、俺バサラ8時半までは頑張らないといけないとかね、ジョギングする前もですね、あ、バサラね、あ、そっか、8時半までにはしっかり心を整えようとか、結局8時半から8時半までということはですね、その前からね心の準備が必要じゃないですかね。その前から朝起きた時間からですね、俺は8時半からもうダッシュができるようなですね、その日ダッシュできるような状態作るぞっていうことなんですよね。そういうふうに数にこだわっております。のでもうほんのちょっとずつですよ、頑張れることって。そしてなんかこうミリ単位で成長していくね、それしかないんですよね。だから僕もそうやってこの間ねもらった数の魂にこだわって、830にこだわってやっていこうと思いますので、お互い頑張っていきましょう。はい、そろそろ着きます。今日も一日サラバンジ。